ペイブーブウェイの構成概略図中央の葉巻型部分が基本となる玉体であり、この前後に誘導部が取り付けられる。先端部にセミアクティブレーザーシーカーの窓が位置する。先端部分にはシーカーの他にも INS や電池、カナード翼などの走行機構、ペイブーブウェイ4では爆発高度センサーなどが内蔵される。黄色で示したのが2組備わる。 GPS 受信機で、その後ろに、走行用カナード翼が位置する。玉体乗を這う赤で示した線は、搭載母機から、INS の位置、速度、方向情報と GPS の目標座標などを読み込む、ための通信路である。後端部には、天頂式の安定翼がつくエンハンストペーブウェイ2の例で示したペーブウェイは、 アメリカ合衆国製の航空爆弾の名称である。ペーブウェイとは、英語で、舗装道路を意味する単語だが、ペーブとは、プレシジョンアビオニクスベクタリングエキプメントの略語で、アメリカ空軍において開発された、電子装備のシステム名称である。ペーブウェイ3のシーカーヘッド航空機搭載型の、精密誘導爆弾としては、最も多く生産された代表的な、 スマート爆弾であり、初期型以降も誘導精度の向上などいくつもの新たなシリーズが開発された。当初は、米テキサスインスツルメンツ社が最初のシリーズであるペーブー AI を開発生産し、その後は、米レーセオン社がペーブーイファミリーを引き継いで4つのシリーズの開発生産を行っている。現在では、GPS、INS 誘導方式の j d e や、 小直径爆弾といった新たな兵器の登場で、米国での誘導爆弾の主役の座を明け渡しつつある。1964年に新型レーザー誘導爆弾の研究が開始され、1965年4月には、ベーティー・アイ社が製作した近赤外線波長を探知するレーザーシーカーを取り付けられた M117-750 ポンド爆弾での落下試験が開始された。 アメリカ空軍はすぐにペイブウェイ計画として本格的な開発契約を TI 社に与えた。1968年のベトナム戦争時に試験使用が行われた。信頼性に問題が出た以外は命中精度も良く、結果は良好とされた。グブー -16 ペイブウェイアイはペイブウェイファミリーの最初のシリーズである。いずれも 既存の自由落下型の航空爆弾、ダムボムにレーザー誘導装置を取り付けたものであり、以後のペーブエイファミリーは、ほとんどが、同様の形態をとる。グブーで始まる、正式名称が与えられている。爆弾の先端には、可動式のセミアクティブレーザーシーカーブを備え、その直後に誘導制御を行う、コンピュータ制御群が収められた、円筒部とその円筒部の側面4方向に、 取り付けられた4枚の走行用カナード翼を取り付けられている。爆弾の後端には固定式の4枚の安定用尾翼が取り付けられる。レーザーシーカーブには円筒形のウェザーベーンと呼ばれる整流板が備わっていた。ペイブーブウェイ2は1974年より試作が始まり、1977年からはアメリカ空軍向けの量産が開始された。 ペイブー A2 ファミリーは合計で10万組以上が製造された。グブーで始まる。正式名称は、ペイブー A2 になってもペイブー AI と同じものが使用された。爆弾交端の4枚の安定用微翼は10日後に開く天頂式に変えられ、輸送、保管や航空機への搭載を容易にした。ウェザーベーンは、ペイブー A2 と同様に可動式であった。 セップは6メートル程度とされた。ペーブー A3、ペーブー A3 は、ペーブー A2 のシーカーが、全面的に更新されたものである。1986年から、アメリカ空軍で配備が始まった。ペーブー A3 ファミリーは、従来のペーブー A2 ファミリーより高価となったため、生産数はそれほど伸びず、結局合計で1万組以上の製造数に止まった。 代表的なグブー -24 は多様な型が製作された。ペーブー AI とペーブー AI2 までは可動式であった。先端部はシーカー受光部自身が広い視野を持ったためペーブー A3 からは固定式となり、ウェザーベーンも省かれた。二つのコンピュータ制御群、工場系グブー -12、レーザー誘導用訓練版、ペーブー A2 とペーブー A3 は、 湾岸戦争でも使用され、精密誘導爆弾の有効性が実証されたが、雨、霧、砂塵といった天候や、煙幕などの環境によって使用が制限され、爆撃目標点を観測手などが10日から着弾まで、常にレーザー照射を続けなければならないといった、運用上の制約が課題として浮かび上がった。1990年代から、 誘導方法のバックアップ技術の開発が開始された、全地球測位システムへに応換性広報装置と呼ばれる GPS と INS を組み合わせた誘導装置をレーザー誘導装置と組み合わせて使用する技術が開発された。レーセオニッシャでは、この技術に基づくペーブウェイを DMLGB と呼んで、工場型ペーブウェイ2と、 工場型ペーブウェイ3として新たなペーブウェイファミリーを生み出した。2003年よりアメリカ空軍での配備が開始された。イギリス向け輸出型にマーク13、20やマーク 82E を弾からだとする製品も存在する。正式名称はグブーの前にエンハンスドを示す E が付けられ、イゴーブーとなった。これらの誘導爆弾では、 GPS-IM のみ、レーザー誘導のみ、GPS-IM と、レーザー誘導の併用という多様な誘導方式が選択できた。レーザー誘導式の JDEM との違いは、リッデムが GPS-INS による誘導を主としているのに対して、異ブ部では、レーザー誘導を主としている点で異なる。ありがとうございます。